今から、利尻の、押し止まりの港からフェリーに乗って礼文島まで向かいたいと思います。だいたい時間が55分かかるようです。はい、改めましておはようございます。昨日は無事利尻山を登ることができましたので、今日は近くにある礼文島までやってまいりました。で、早速なんですが、この学校何か分かりますでしょうか。北のカナリアっていう、ところなんですけど、なんかどうやら吉永小百合さんが、主演のドラマの舞台なんですかね、になった学校みたいです。ちょっと近づいてみましょう。ちょっと昨日ね、天気が良かったんですけど、今日はちょっと曇りなんでちょっと残念ですけど、まあ雨降ってないんでいいかなって。なかなか寒いですね。はい、これ分かりますか。あの、今回の、旅の目的はもちろん利尻山に登るっていうのもあったんだけど、もう一つ目的は礼文島から、利尻山を眺めることでした。あの、全体が見えて本当良かったです。これね、あの、天候悪かったら見えないらしいんで、今日は一応あの、この、北のカナリアのこの小学校のロケ地を基準として、桃岩のルートっていうんですかね、そこをぐるーっと回ってまた、フェリー乗り場に戻ってくる計画になります。今日はまた利尻島に、あの、宿をもともと取ってやるので、そこに戻らないといけないので、フェリーには乗り遅れないように注意して歩いていこうかと思います。礼文島は北海道の北部、稚内市の西方 60km の日本海上に位置し、人の住んでいる日本最北の離島。標高0メートル地帯から高山植物が咲き乱れていることから、別名花の浮島と呼ばれている。礼文島の最高峰は礼文岳で、標高489メートルとなっている。はい、今時間が11時半ですね。さっきのカナリアのところから出発しました。天気予報がですね、まあちょっと曇りっていう予報だったんですが、変わりましてちょっと雨降ってきました。1ミリパラパラみたいですけど、1時間2時間降るんじゃないかなっていう方に変わってたんで、観光バスが通ってますね。まあ多分これぐらいの雨の量で止まってくれるとめちゃめちゃありがたいんですけどね。まあ、とりあえずこんな感じの道が続くんで、しばらくは歩いていこうと思います。本当はね、なんかフェリーの乗り場から登ってここに降りてくるのが王道らしいんですけど、ちょっと逆張りしてますけど、まあ、こっち緩い丘が続くんで登りやすいらしいので、これはこれでいいかなと思ってます。だいぶ吸ってますね。山頂が何も見ないですね。荒れてますよ、あれ上。さあ、とりあえず今本当緩やかな傾斜登ってるんですけど、この調子で元地灯台っていうところに、向かいます。Thank you.
はい、だいぶ進んできましたけど、ここら辺だけあの高い木がありますね。全体的にはもうそんなに高い木はほぼないんですけどね、ここだけあります。おそらく多分環境が厳しいから多分育たないんじゃないですかね。大きく全体的には本当に低いですからね、視界が良好です。はい、津留山山頂に到着しました。風が強い、やっぱり。ただ絶景ですね。これからね、歩く道も見えるんで最高です。ぐーって言ってこう戻ってくるでしょうね。なんかあのこの光景見てると昔登った剣山ですかね、あの四国にある剣山思い出しますね。あの剣山から二郎宮までの縦走路みたいな感じがします。金梅の谷というところに来ました。ただ言えることは風が強い、めっちゃ強い。暴風です。これこんなんでね、山登っちゃいかんでしょう。